レインボーマーチェコを決めるポールダンサーポールダンスとは、ダンス及び体操の一種である。垂直の柱を使い、柔軟性や筋力を駆使し、上り下りスピン、倒立などの体操的な技を複雑に組み合わせたダンスである。運動としてのポールの使用は、インドで800年以上の歴史を持つ、伝統的なスポーツ、マラカーン部が最古とされている。 これは、インドのレスリングの訓練から発達した機械体操の一種で、高さ2.6メートルの木製の柱を用いて行われ、ポールマラカーン部と呼ばれる。また、1920年代のアメリカ合衆国では、旅芸人がテントの支柱を使ってダンスを伴う曲芸を行ったとされており、1950年代頃には、テントの支柱から、 現代のようなダンス用のポールへと取って代わり、ポールのパフォーマンスにバーレスクダンスが採用された。ただし、支柱や棒を用いた曲芸自体はそれより以前から世界各所で行われており、講義の意味ではポールを用いた曲芸自体は存在していたとされる。記録されている最古のポールダンスは、1968年にアメリカ合衆国オレゴン州に存在したクラブ、 マグワンプでのベルジャングルズによるパフォーマンスである。1980年代以降、ラップダンスなどにダンスポールが広く組み込まれ、1990年代には芸術としてのポールダンスの普及も始まった。それ以降、大衆向けの娯楽やエクササイズ、競技スポーツとしても発達を遂げている。2012年より、スポーツとしてのポールダンスは名前を、ポールスポーツと定められ、 国際ポールスポーツ連盟を中心にポールスポーツのオリンピック正式種目入りを目指している。なお、世界共通資格指導者やコーチの資格があり、関西では特に取得者が多い。岡本正代が両方保持し、関東ではインストラクター愛が資格を保持し、それに沿った関東発のレッスンを行っている。通常のダンス用ポールは、 筒状のクロムメッキあるいはステンレス製で床から天井までを天井部と床部の上下で固定する。天井が高い屋内や屋外では天井を固定しない持ち運び型のステージポールなどもある。ポールの直径は片手で楽につかめる要 4.5cm のものが主流である。ポールには2つの種類があり、スタティックポールとスピニングポールがある。スタティックポールは ポール設置部の土台が固定されているタイプとなり、軸がぶれない特性を生かした演技に向き、スピニングポールは、ボールベアリングによって、ポールの回転を生かした演技が可能となる。また、双方を切り替えられるタイプのポールも存在する。2005年頃から、世界各国で様々な協会が主催する、ポールダンス大会が、数多く開催されるようになり、 小ダンスの枠にとどまらず、エクササイズや競技として、世界的な広がりを見せている。日本では、ポールダンスとポールスポーツの両方の大会が存在し、ダンスとしては、ミス・ポールダンス・ジャパン、オリンピックを目指した、ポールスポーツとしては、全日本ポールスポーツ選手権大会が挙げられる。また、2015年からは、日本初の国際大会、 ポールシアタージャパンが開始されている。ポールシアタージャパンでの優勝者には世界各国で開催される。ポールシアターで勝ち抜いた優勝者からさらにナンバーワンを決定するというポールシアターワールドに出場できる権限が与えられる。ありがとうございます。